はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、使用貸借の終了事由について解説いたします。で、使用貸借っていうのは、無料で何か物を貸してあげる契約のことを言います。無料で物を貸すのが使用貸借で、有料で物を貸すのが新貸借契約と言います。で、今回は使用貸借の終了事由についての解説です。どういった場合に使用貸借契約は終了するのかというところを解説します。今回こちらのフローチャートと下の部分ですね、が主な内容になってくるんですけども、その中で解除の部分も一部含んでくるんですね。で、これについては使用貸借の解除の動画で解説いたしますので、ちょっとそちらご確認いただければと思います。基本的にはもう終了のところですね。終了事由についてのところを中心に解説していきます。で、まず、使用貸借契約について期間の定めをした場合、例えばこの時計、腕時計を1週間だけあなたに無料で貸してあげますよ。これが期間の定めがある使用貸借契約です。で、この場合なんですけども、期間が満了することによって、使用貸借契約は終了します。つまり、期間を決めたわけだから、その期間が満了、期間が過ぎてしまったら、これは契約終了ですよ、っていう話ですね。で、基本的に中途解約っていうものは認められません。まあ、もちろん、中途解約ができる特約をつけているというのであれば、中途解約は可能です。で、続いて、期間の定めがない場合どうなるかっていうと、期間の定めがない場合は、使用目的を定めたかどうかによって変わってきます。例えば腕時計を貸してあげますよ。で、その目的っていうのは、あなたが試験に行くと。その試験でこの腕時計使いたいから無料で貸しますよ。っていうのであれば、使用目的っていうのは、試験で使うっていうことが目的ですよね。まあ、こういった使用目的を定めていたというのであれば、こちらに進みます。使用目的に従った使用収益をした場合、契約は終了。つまり、試験であなたがこの腕時計を使った。で、試験が終わった。というのであれば、もう目的に従った使用収益をしたわけだから、契約、使用貸借契約は終了となりますよ。っていう話ですね。一方で、使用目的に従った使用収益をしていない場合、つまり、まだ試験で使ってないよって言った場合ですね。その場合は、下に行くんですね。で、この内容っていうものはもう解除の内容に入っていきますので、契約解除の動画でご確認いただければと思います。で、また、そもそも使用目的の定めをしていない場合、これも解除の内容になるので、そちらご確認いただければと思います。なので、民法597条の終了事由で定めている内容は、ここの2つなんですね。期間の定めがある場合、また期間の定めがなくて、使用目的の定めがあって、その使用目的に従った使用収益をした場合、この場合、契約終了するよっていう内容が規定されています。で、もう一つ規定されているのが下の内容ですね。貸主が死亡した場合、この場合も契約は終了、使用貸借契約は終了となります。で、これっていうのは、私はあなたに対してこの時計を貸しているわけですよね。で、もしあなたがお亡くなりになって相続人については私はそう貸そうっていう思いは別にないわけですよ。あなただから無料で貸しているのであって、あなたの相続人に対して無料で貸す義理っていうものはないわけですよね。だから借り主が死亡すると契約は終了するよっていう話です。で、一方で貸主側が死亡した場合、この場合は契約は終了しません。つまり私が無料で時計をあなたに貸しました。私が死亡した場合です。その場合っていうのは、貸主の地位というものは相続人に承継されるんですね。つまり私の相続人が貸主、新たな貸主となるという話です。で、私が死亡したからといって契約が終了というわけではありませんので、貸主が変わるだけっていったイメージですね。その点はご注意ください。なので、まあ、終了事由の話を言ったら、一つ、二つ、ここ三つですね。この部分をしっかり頭に入れていただければ大丈夫です。まあ、内容的にはそれほど難しくないんですけども、このあたりちょっと細々しているので、ちゃんと具体例を入れながら頭に入れていっていただければと思います。また解除の部分、ここも重要なので、まあ、解除の部分でどっちもちょっと解説してるんですね。終了の内容と解除の部分。
どっちも解説しているので、まあ、そちらをご確認いただければと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない、どうやって勉強したらいいのかがわからない、試験日までの計画が立てられない、わからない部分について質問がしたい、忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい、もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば今お話した5つの課題全て解決することができます。無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講お待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。